はい、こちら津軽錦ですね。渡辺さんからいただいたあの津軽錦、かなり大きくなって退職しています。何度か乗せてるとは思うんですけど、まあ、ちょっと乗せて、あの洗面器に乗せてね、どんな感じか、こんな感じですね。これはあの一番最初だ、渡辺さん去年一番最初に生まれたのは津軽だったんで、その津軽の中から10匹いただいたやつですね。その10匹のうちの1匹、まあ、結局選別して残ったのはこの子1匹だけになっちゃったんですけど、まあ立派な津軽になりました。尾も伸びて、僕手大きいんでね、サイズ的にこんな感じですね。まずこれが1匹、はい、でこちらの津軽が多分うちで一番いいのかなと思っている子なんですけど、ついに退職が始まってしまいました。渡辺さんちはなかなか色変わらないって話だったんですけど、うちはやっぱりあの室内で飼ってるんで、もともと寒い地域にいる魚ですからね。そういうのもあるから、温度が暖かいと退職をしてしまう可能性が上がるということでしょうね。これが2歳ですよね、明け2歳なんで、かなり大きくなりました。で、立派な尾も伸びてきたし、綺麗な体型で飼えています。津軽錦、やっぱりね、このちょっと僕は長手の魚よりもこのちょっと丸手のプリッとしてね、頭がちょっとちっちゃくてお腹が出てて、でヒレが大きい、これがいいと思ってます。僕は長手好きの方はね、もちろんいると思うんで、そこは好みの問題だと思うんですけど、まあ、しっかり餌をやってね、育ててあげるとこんなような感じで丸っとした感じになりますね。さあ、これがまあまあうちでは一番いい津軽かなと、まあ、尾の開き方もいいですしね。まあ、年齢とともにどんどん尾は、ね、垂れていったりし、まあ、金魚もね、やっぱり作られた魚なんで、ね、年齢とともにどんどん崩れてくるってことがあると思いますけど、まだ、ね、これは上り調子の魚だと思いますので、さ、ね、親になった時にすごい綺麗な姿が見れるのかなと思っています。まあ、多分その時は素赤でしょうね。はい、こちらが、モザイク透明林の、別系統ですね、これは。で、本当はもう一匹いて、丸手のやつがいたんですけど、そいつはなんだかよくわからない病気にかかって、買ってすぐ死んでしまいました。で、一匹の長手の方が残ってたんですけどね、長手の方が退職もして、の赤に透明林が落ちてるような感じの魚になりました。これちょっと長手なんでね、僕、好みじゃなかったんですけど、まあ、まだ1年経ってないですけど、買い込んで、だいぶ、お腹が出てきたんで、長手にしては僕は好きな体型になってきたのかなと思います。最初は本当ね、すごい長くて、これはちょっと、こいつだけ残っちゃってどうしようかなって思ったんですけど、案外まあ綺麗な感じで育ってきました。なんで津軽錦、あともう1匹いるんですけどね、もう1匹はちょっとおせなりがあまり良くないっていうことと、思ったよりそいつだけ伸びないんですよね。なんでそいつはちょっと今回は公開しない感じです。津軽錦、こんな感じでね、いい感じに育ってきています。来年、まあここはもう焦らず来年ゆっくり飛び引きしたいと思います。焦ってやっても僕いっぱいいっぱいなんで多分失敗すると思いますので、ということで津軽錦、こんな感じで育成はうまくいっています。まあ、今年もしかしたらまた渡辺さんうまく取れればね、何匹かまた迎えさせてもらう可能性はあるんですけど、まあでもできれば自分で取りたいなと思っています。ありがとうございました。